はーい、ケンケンです。今日は焙煎の検証をやっていくんですが、前回の焙煎の検証、長時間焙煎は悪なのかという動画で、スコット・ラオの焙煎理論がチューブ化入り、ニハゼに入るような焙煎度合いでも適用されるのではないかということが分かりました。前回の焙煎の検証の時のプロファイル、こちらですね。ニハゼの入り口で入り止めたチューブ化入りですね。このプロファイル、かなり甘さが出て美味しかったんですよね。狙ったプロファイルではなかったんですが、かなり私の中で良かったので、このプロファイルをじっくりと見てたんですが、豆温度の ROR、 これが綺麗に右肩下がりになってることに気づいたんですよね。スコット・ラオの焙煎理論で、豆温度の ROR を緩やかに下げていくことが重要ですよというのがあります。途中で急上昇したり、急降下したり、停滞しちゃったり、そういうのが甘さを損なう原因になるという焙煎理論があるんですが、ニハゼに入れないような浅い焙煎の時はそれは適用されると思っていて、経験上それを感じてたんですが、ニハゼに入れるような焙煎でももしかしたら適用されるかもということで、今回緩やかに豆温度の ROR を低下させるようなプロファイルで焼いてみたいと思います。ただニハゼに入れるような焙煎度合いで豆温度の ROR を緩やかに低下させるのってかなり難しいので、とりあえず3パターンぐらい焙煎してみて、どんな感じがいいのかというのを掴んでいこうと思います。今回使う豆はこちらですね。グアテマラのエル・インヘルト農園、 100% ブルボンの豆です。よく知られてる有名農園の豆ですね。非常に甘さが強くて美味しいです。それでは早速1回目の焙煎やっていきます。ガス圧 1.4 でスタートして、1ハゼ終わり頃に 0.6 まで落とすというプロファイルで1回目いってみようと思います。 ROR をしっかりと管理しないといけないので、排気の設定は 2.5 一定でいこうと思います。ボトムの温度で80°ぐらい、1ハゼ開始が9分ぐらいのペースでやっていこうと思います。焙煎時間5分で 145°、 見た目はこんな感じ。まだまだグリーンですね。テストスプーンを抜いちゃうと急激に排気温度が下がるので、あまり抜きたくないところなんですが、まあ撮影のためにしょうがないですね。特に寒い冬なんかは大きく影響するので注意が必要なところですね。焙煎時間7分で 168°、 見た目はこんな感じ。ドライエンドを抜けて豆が収縮してるところですね。 ROR をコントロールする場合、ドライエンド以降コーヒー豆からの水分の放出が少なくなります。なので ROR が低下しにくくなってきます。そこに注意しながらガス圧の調整が必要ですね。はい、そしてここで1ハゼ開始ですね。1ハゼ開始8分53秒です。時間的な狙いとしてはバッチリですね。ただ ROR を見てみるとかなり狙いと違う感じになってますね。1ハゼが来る前に ROR が上昇して、1ハゼが来て水蒸気が急激に放出されて急降下する、そんなグラフになってきてます。1ハゼ中の水分の放出で ROR が急降下すると、1ハゼが終わったタイミングで大体急上昇します。今回の焙煎ではちょっと狙った感じにはいかなさそうですね。まあ重要な参考資料にはなるので、このまま焼き続けていきます。はい、ここで入り止めですね。ニハゼが来たぐらい、温度でいうと212°、 213°ぐらいで入り止めです。焼き上がりの見た目はこんな感じ。プロファイルに関しては3つ終わった後にまとめて見ていこうと思います。それでは2回目の焙煎。2回目の焙煎では
ガス圧 1.5 でスタートして、豆温度170度ぐらいで 1.3 まで下げる。そして1ハゼの途中ぐらいで 0.7 まで下げる。こういう2段階に下げるプロファイルでやっていこうと思います。焙煎時間5分ですね。豆温度が146度。焙煎の進み方としては1回目2回目3回目すべて揃えていこうと思います。焙煎時間7分20秒。豆温度が175度になったので、ここでガス圧を 1.3 まで下げました。狙いとしてはドライエンド以降、コーヒー豆から水分の放出が少なくなるので ROR が低下しにくくなります。それを見越してガス圧を下げた、そういう作戦ですね。はい、そしてここで1ハゼ開始です。1ハゼ開始時間8分41秒。時間的にはまあまあ狙い通りですね。ここまでの ROR もちょっとテストスプーンを抜いた影響で加工してるところはありますが、まあまあ狙い通り、右肩下がりといった印象ですね。1ハゼでの水分の放出によって ROR がどう変化するかというところですね。ここに注目して見ていきましょう。はい、1ハゼ開始から1分ぐらいですね。ここでガス圧 0.7 まで落とします。というオペレーションで行ってみたんですが、やっぱり1ハゼ中に ROR が急降下してしまいましたね。ただその後のジャンプ、これはある程度抑えられた印象です。それでは入り止めです。1回目と同じように2ハゼが聞こえ始めて、豆温度212、3度で入り止めですね。見た目はこんな感じ。焙煎時間が一緒であれば見た目の違いってほぼないですよね。それでは3回目の焙煎やっていきます。3回目のオペレーションとしてはガス圧 1.5 でスタート、ドライエンドで 1.4 に落とす、1ハゼとドライエンドの中間ぐらいで 1.3 まで落とす、1ハゼ開始1分ぐらいで 0.7 まで落とす、こういった感じでいきます。2回目の焙煎のオペレーションの違いは、ドライエンドで1段階下げるか下げないか、この違いですね。それではやっていきます。焙煎時間5分50秒でドライエンド、このタイミングでガス圧を 1.4 に落とします。焙煎の進み方としても1回目2回目とほぼ同じですね。焙煎時間7分30秒でこれぐらい、ちょっとテストスプーンは抜かないようにしようと思います。このタイミングでガス圧 1.3 に落としました。そして1ハゼ開始ですね。8分54秒1ハゼ開始です。時間的には狙い通り、問題はこの後の ROR がどう変化していくかというところです。1ハゼ開始から1分30秒ぐらいでガス圧 0.7 に下げてみました。やっぱり ROR が急降下してしまいましたね。そしてめちゃくちゃジャンプしました。この急降下とめちゃくちゃジャンプしたプロファイルでどういう味になるのかというのも気になるので、全然狙った形にはならなかったんですが、今回の検証としてはいい焙煎ですね。まあ見た目にほぼ違いはありませんね。それでは今回のプロファイルを見ていきましょう。こちらが1回目の焙煎ですね。ガス圧 1.4 でスタートして、そのまま焼き続けてガス圧 0.6 に落とす、こういうプロファイル。豆温度の ROR、 こちらの青い線ですね、これを見てみると、まあまあ右肩下がりにはなってるものの、ドライエンド以降、ここが若干フラットになってますよね。そして1ハゼ前、若干ジャンプしちゃってます。やっぱりここがフラットになったり多少上がってきちゃう、こういうグラフになると1ハゼが始まったタイミングで急降下しやすいです。1ハゼで急降下すると、1ハゼが終わって水分の放出が止まるとジャンプしやすいです。
そういったグラフですね。ドライエンド以降フラット、もしくはちょっと上がっちゃった、そのせいで一ハゼ急降下、そのせいでその後ジャンプ、典型的な管理されてないプロファイルといった感じですね。それでは2個目の焙煎を見てみましょう。こちらが2回目の焙煎、ガス圧 1.5 でスタートして中間で 1.3 に落とす、最終的に 0.7 に落とす、こういうプロファイルですね。豆温度の ROR 見ていきましょう。右肩下がりですね、順調に。ここちょっとテストスプーンを抜いた影響で若干乱高下してるんですが、まあまあだいたい右肩下がりになってますよね。ドライエンド以降もここでガス圧を下げたことによってある程度右肩下がりを維持できている。ただ一ハゼが始まって水分が放出されると急降下してしまっている。そしてその後のジャンプですね。ただ多分ここのガス圧を下げた影響なのか、ここでしっかり ROR を下げれてた影響なのか、ジャンプの高さは低いですよね。ラインを引いた時にこういうライン、ある程度まっすぐ引けるようなライン、ただここの急降下が気になる、そういった印象ですね。それでは3回目の焙煎見ていきます。3回目の焙煎はこちらですね。ガス圧 1.5 でスタート、ドライエンドで 1.4 に下げる、1ハゼとドライエンドの中間で 1.3 に下げる、1ハゼが始まって1分30秒ぐらいで 0.7 に下げる、そういうプロファイル。豆温度の ROR を見ていきます。まあここは何も管理せずに右肩下がりですね。ドライエンドで一旦ガス圧を下げました。その影響である程度右肩下がり、ここでも 1.3 に下げた影響で、まあ上がることはない、若干フラットかなという印象もありますが、そんな感じですね。ただ1ハゼが始まると急降下、ガス圧を下げるタイミング結構遅かったのでジャンプという感じになってますね。このジャンプがめちゃくちゃでかいですよね。このグラフ、ラインを引くとこういう感じだけど、ここで一気に跳ねるみたいな、こういうグラフ。これが味にどう影響するのかといったところですよね。はい、それではカッピング方式でテイスティングをやっていこうと思います。ただプロファイルを考察した後にテイスティングしちゃうと先入観にだいぶ侵食されちゃうんで、今回は番号を振ってブラインドでテイスティングやっていきます。はい、それではね、これを一人でシャッフルしていこうと思います。はい、これでもう私はどこに何番があるか全くわからなくなりました。それでは香りから嗅いでいこうと思います。一番左から、次真ん中、次右側。香りの印象で言うと、この一番右側が少し香りが弱いかなという印象ですね。ここの2つはそこまで大きな差はないように感じます。それではカッピングの準備を進めていきます。今回は 8g のコーヒー豆を使って16倍のお湯を注いでいます。はい、それでは準備できたんでね、テイスティングやっていきます。なるほど、まずすぐに違いが分かったのがこの一番右側、香りの時でも一番右側が香り弱い印象だったんですけど、味わってみるとちょっと刺激のある苦味というか嫌な苦味、そういった苦味を一番感じますね。そして一番左と真ん中に関してはかなり味が近いように感じます。なんかほぼ一緒みたいな味ですけど、酸味が少し違うかなという印象ですね。一番左、酸味がすっきりとしている印象、
酸味が、よく言えば開いてる、悪く言えば強く感じる、そういった感じで、真ん中は酸味に丸みを帯びてるような感じ、少し丸くなってる印象、そういう感じですね。左側と真ん中かなり近い味ですね。やっぱ酸味ぐらいかな、少し甘さ、左側が酸味が強く感じる分、甘さを真ん中の方が強いのかなと、少しだけそういう印象がありますね。やっぱり一番右の苦味が強すぎる印象、そして甘さもやっぱ少ないですね、一番右は。それでは少し冷めるまでまた待ってみようと思います。はい、それではね、いい感じに冷めてきたので再度テイスティングやっていきます。やっぱりこの一番右、苦味が強くてちょっとこれはないかなという印象ですね。やっぱり一番左はちょっと酸味が強い印象、真ん中は甘さより、甘さ質感より、そういった感じですかね。甘さで言うと真ん中の方が強い、酸味のクリアさで言うと左の方が強い、そういう感じですかね。この2つまあかなり微妙な違いですね。はい、それではね、この3つのカップどれが何番だったのか見ていきます。一番右側から3番ですね。それでは真ん中2番です。一番左1番。なるほど。それではテイスティングの結果を踏まえた上で改めて1番2番3番のプロファイルを見ていきます。こちらのプロファイル、濃い線で表示されているのが2回目の焙煎、後ろに薄い線で表示されているのが1回目の焙煎です。1番と2番テイスティングの結果としてはかなり似てる印象でした。ただ甘さの強度で言うと2番の方が強かったです。それではプロファイルを見ていきます。この辺の ROR の推移に関してはほぼ同じですよね。テストスプーンを抜くタイミングもある程度一緒だったので、この辺の進行もほぼ同じ。ただここのガス圧を 1.3 に下げるか下げないかという違いである程度変化が生まれてるのかなと思います。一番大きい変化はここですね。2回目の濃く表示されている方、1ハゼが来て ROR が下がって、その後のジャンプが緩やかですよね。それに比べて1回目の焙煎、後ろに薄く表示されている方ですね、こちらは急降下した後のジャンプがかなり大きいです。これはやっぱりここのガス圧を下げるタイミングによるものだと思われますね。ガス圧を下げるタイミングが遅かったのでジャンプが大きくなってしまった。ここのジャンプがうまく抑えられたからある程度甘さが出たのかなという考察ですね。こちらのグラフ、焙煎2番と3番を比べています。濃い表示が2番、薄い表示が3番ですね。3番かなり甘さが弱い印象だったんですが、やっぱり大きな違いはここですね。3番の薄いグラフかなりジャンプしてます。やっぱりここの ROR の推移が甘さに大きく影響してくるのかなという感想ですね。こちらのグラフ、焙煎1番と3番を比べています。濃い表示が1番、薄い表示が3番です。だいたい同じグラフのように見えますよね。そしてここの上昇、1ハゼが始まって急降下してからの上昇、この上昇幅もほぼ同じに見えるんですよね。ただグラフ単体で見た時、この ROR に1本の線を引きますってなった時のその直線からの乖離というか、分かりやすいのがこれ1番のグラフ、1番に直線を引くとまあまあまあある程度乖離が少ないかなという感じじゃないですか。3番のグラフがこれ、この山明らかにずれてるよねっていう、その直線からのずれ量っていうんですかね、3番のずれ方、こちらが1番、3番の方が明らかにずれてるのが分かりますかね。この山こう下がってきてめちゃくちゃずれてるよねっていう、1番は
ある程度ここでフラットになってるから、まあずれてるけどそこまでっていう、ここのずれ量がやっぱ甘さに大きく影響してるのかなと思いますね。改めて2番の焙煎、一番甘かった焙煎を見てみるとこんな感じ。ここの急降下はあるものの、ある程度馴染んでるというか、うまく右肩下がりにできてるという印象ですね。甘さに重要なのはやっぱり1ハゼ以降の ROR の推移。急降下はしょうがないにしても、急上昇は絶対に避けたいといった感じですね。急降下してしまってもガス圧を落として急上昇は抑えてあげる。全体のバランスで見た時にある程度右肩下がり、3番のプロファイルみたいにここで急上昇させない、この急上昇が甘さを損なう原因になると言えそうですね。はい、というわけで2ハゼに入れるような焙煎度合いの時は1ハゼ以降の ROR の管理、特にガス圧を下げるタイミングがめちゃくちゃ重要になってきますね。ぜひ今回の検証の結果参考にしてみてください。それでは次のコーヒー動画でお会いしましょう。ではまた。